キャンペーンについて、このバトルのところにずらっと並ぶコンテンツ、まあ、基本どれやってもいいんですが、まあ、クランボスとかはねちょっとクラン入ってないとできませんが、最初の頃はこのキャンペーン、まあたまにダンジョンを推し進めていくことになると思います。で、まあ、ノーマルで1から順にで7、8、9、10、11、12までそれぞれステージ7まであって、まあ、ノーマルが終わるとハードが始まるっていう、まあ、ひたすらそれの繰り返しになりますと。キャンペーンについては、でキャンペーンで大事なことは、まあ、クリアどんどんしていってもいいんですけど、この下側見えますかね、吉祥さんもこれ全部終わってしまっている図なんですが、そう、星集め、あ、でも最初のうちは相当厳しい。なぜならこの星3を得るためにはですよ、ここに書いてあるんですね、星1個はステージクリアすれば OK、 星2個は倒された英雄、これもう最後ですね、蘇生させちゃえば OK、 最後の時に寝っ転がっている人がいなければ OK、 英雄2体以下、倒された英雄0 まあこれがなかなか難しい。2つ目、このゲームは英雄にランクがありますとね、一番上がミステック、赤いやつね親父といえばみたいなあの赤いやつで、上から金色レジェンダリー、紫エピック、青色レアで、緑のアンコモンがあって、一番下が白色コモンですかっていう、まあそもそも英雄にランクが存在しますと。で、星1の英雄と星2の英雄、コモンとアンコモンは分かんない、よほど何かあればあるかもしれないけど、基本的に自分の手札に入ることはございません。ない、もうないでいいよ星1と星2、育てる、強い言葉を使うのであれば育てる価値なし。こいつらは全員餌になります。そう、そしてその餌だね、このゲームのシステムとして、まあ、一応最初星割り振られてますよね、1個、緑色は2個、青色は3個、ただ青色のこの星の数を増やすことができるんですね、このゲーム。このゲームちょっとね、この1人の英雄に対して育成ってものすごいたくさんあるですよあのこれをすれば強くなるよねっていうのが、あの星の数ほどあってですね、一概にこれすれば強くなるよねっていうのがちょっと難しいんですが、基本的なところからね、基本的なところ、まずレベルですよね、まずはレベル、星3であれば30まで上がります、星4であれば40まで上がります、星の全然意識してなかった星3であれば30、4であれば40、星5であれば50、星6であれば60レベル。大事なところですよ、ここどんなに愛情を注いでもレベル60を超えることはない、もうレベル60がマックスです。なのでお気に入りとか強い子とかは、まずはレベルを60にするっていうところを考えていかなければいけないわけですね。でレベル60にするためにはどうしたらいいか、星2の子、レベル20がマックスですと、これ以上レベル上がらなくなりましたって言ったら、この酒場でですね、まあ、20の子を選んで、このランクをグレードアップですね、アップグレードか、ランクをアップグレード選んであげると、星2の子を星3にするためには、星2の子を2人生贄に捧げると、ほら星3になった。でまたレベル1に戻りましたね。じゃあ星3の人を星4にするにはどうしたらいいか、昨日今日で星1、まずはレベル30にしますと。ふむふむ。で30にした子に対して
星さんの子を3枚、これを我々は餌と呼んでるわけですね。ランクアップに必要な餌、同様に星5の子を星6にするには、もう分かりますね。星5の子を星6にするためには、星5いないよ今、レベル50にして星5を他に5枚です。もう最初の頃はもうレベル60の英雄1人作るってなった時に、星5の餌が他に5人必要ですって、もう何言ってんだろうっていう感じになると思いますけど、まあ、基本的なシステムはそんな感じ。